ダシマットランチャー、ダシマ動画ちゃねこです。ゆうきです。今日は宇宙戦隊キューレンジャーガシャポン、トゥータマゼロツさあ、早くもですね、ガシャポンキュータマゼロツーが出ました。はい、なわけで今日はラインナップもね、こんな感じで、5種類ありますので見ていきましょう。はい、さあ、じゃあまずはラインナップを見ていきますよ。1番カジキキュータマ、2番ペルセウスキュータマ、3番アンドロメダキュータマ、4番顕微鏡キュータマ、5番猟犬キュータマの全5種類になっております。はい、そんなわけで今日はね、全部で7回やってコンプしてきました。見ていきましょう。はい、中はこのような感じになっております。はい、カジキキュータマ、ペルセウスキュータマ、アンドロメダキュータマ、顕微鏡キュータマ、猟犬キュータマです。ちなみに前回のキュータマ01にもカジキキュータマがね、ラインナップされておりましたが、多分これおそらく同じものだと思います。一応ね、これ前回のやつなんですけれども、見比べてみるとこんな感じ、多分一緒だよね。はい、この感じ。もし変わってるとしたら、ここのね、絵柄が多分違うと思うんですけれども、照らしてみますよ。一緒です。一緒です。じゃあその他のキュータマを、じゃあ見ていきますか。はい。はい、まずはこちら、ペルセウスキュータマになります。周りはこんな感じでございます。はい。上こんな感じ、下こんな感じ。キュータマはちょっと明るめなグレーになっております。そしてね、マースライドで絵柄を合わせればペルセウスのエンブレムの完成です。はい、ちなみにペルセウスキュータマはですね、食玩キュータマの方でもラインナップに入っておりましたね。はい、それがこちらでございます。はい、まあここのね、絵柄が違うわけですよ。これはちょっとね、後で確認していきましょう。はい、はい、ちなみに見分け方はね、この後ろです。 V がガシャポン、 C が食玩。さあ続きまして、こちらはアンドロメダキュータマになります。はい、マリアこんな感じで、下こんな感じ、上こんな感じ。はい、アンドロメダキュータマはペルセウスよりも濃いグレーになっております。で、マワースライドで絵柄を合わせればアンドロメダのエンブレムが完成します。アンドロメダもペルセウス同様、食玩キュータマの方にもラインナップされておりましたね。はい、それがこちらです。パッと見た感じね、違いはわからないんですけど、ここのね、ナンバーのところがね、若干色違うんですよ。わかるかな。あ、わかった。わかった。食玩は数字がね、ちょっと黄色っぽいんですよ。で、ガシャポン版はもうブルー、こんな感じです。で、後ろこんな感じ。うん、さあ続きまして、こちら顕微鏡キュータマになります。周りはこんな感じです。上こんな感じ、下こんな感じ。顕微鏡キュータマはグリーンがベースになっております。マワースライドで絵柄を合わせれば顕微鏡のエンブレムが完成します。はい、さあそして最後こちら猟犬キュータマになります。はい、周りはこんな感じです。上こんな感じ、下こんな感じ。はい、はい、そしてマワースライドで猟犬のエンブレムができます。はい、ちょっと怖い感じがしますね。怖くないでしょ。ちなみに今回は顕微鏡キュータマと猟犬キュータマが初登場という感じですね。はい、はい、じゃあ星座ブラスターとも連動させて音声を確認していきましょう。まずはカジキキュータマから。スターチェンジ。召喚。特殊攻撃。はい、こちらはね、デラックス版と、音声は一緒です。はい、じゃあ次ペルセウスキュータマいきまーす。
これは必殺技キュータマなので、召喚から。特殊攻撃。これは以前紹介した食玩と音声は一緒です。はい。続いて、アンドロメダキュータマ。特殊攻撃。はい、こちらも食玩版と音声は一緒です。はい。じゃあ、新キュータマ行きましょう。まずは、顕微鏡キュータマから。顕微鏡キュータマ。召喚。特殊攻撃。どんな技なんだろうね、うん、気になりますね。よいしょ。さあ、そしてさらに気になるこちら、猟犬キュータマ、どんな音声するんでしょうね。はい、いきますよ。猟犬キュータマ召喚。特殊攻撃。さあ、それではね、絵柄も確認していきましょう、はい、ちょっと多いので一気にいきます。カジキ、はい、これはさっきも言いましたが、前回のラインナップのカジキと同じものです、はい、ペルセウス、羽がついてる、ついてる、靴に羽がついてます。ちなみに食玩版はこんな感じでした。さあ、続きましてアンドロメダ、こんな感じで、食玩版はこんな感じ。ちょっとね、なんかね、こうつながってるよね、絵柄がね、うん、顕微鏡はこんな感じ。おお、なんか小さいものをこう見てる感じがするね、うん、手があって、そこにちっちゃい人がいて、中くらいの人がいて、でかい人がいるみたいな感じです。さあ、そして猟犬、こんな感じ。はお猟犬かわいい、犬がいる、すっごいかわいい。いいね、うん、はい、そんなわけで今日は宇宙戦隊キューレンジャーガシャポンキュータマ02を紹介しました。はい、まあ、カジキはね、前回のラインナップにも入っていたので、ちょっとね、残念な感じだったんですけれども、タント君どれが良かった？猟犬猟犬はそのまま音が可愛かった。絵柄良かったよね、うん、はい、皆さんもぜひガシャポン回してみてはいかがでしょうか。そんなに今日この辺でバイバーイ。 バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押してガシャマ動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。